選手権保持者、鹿島佐ッサ対、挑戦者、小熊。両選手、ステージにお願いします。 それではご着席ください。まずは調印書へのサインをお願いします。 それでは試合に対する意気込みを順番に伺ってまいりましょうまずは挑戦者小熊選手お願いしますはい小熊です私はこの試合は一つ絶対に走らないそれを守りたいと思います以上ですではチャンピオン鹿島崎選手お願いしますはい絶対に動きません 以上です本日はお集まりいただきありがとうございましたちょちょちょ待て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 早い早い早いハイスピードチャンピオンなんでもっとなんか私に言いたいこととかないめっちゃあるけど 言っていいのあのさ、この間のさ、前哨戦の時とかもさ、なんか走らないとかさ、じゃんけんとかするとか言っといてさ、めっちゃ走らされたしさ、追いかけ回されたし、あげくの果てにさ、なんかさ、バックステージでさ、捕まえてさ、なんか後ろのさ、スターズの控え室に連れて行ってさ、拉致監禁とかされてさ、どんだけ怖い思いしたか分かってんの、超怖かったんだけど、走らないって言ってたかた分かった、分かった、分かった、そこまで言うなら、ここで今、もう一回、前哨戦やろう、今今。え、それすぐ終わる すぐ終わるだって走りたくないでしょ動きたくないでしょう大丈夫前哨戦はじゃんけん3番勝負長い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 一発勝負にしないあ、一発ハイスピードにいいよじゃあ前ケー、分かったじゃんけんほんとにじゃんけんだけだよねじゃんけんだけじゃんけんだけ大丈夫うん これはもう変なことしないっていう調印でもあるからねうんちゃんと書いたうん、ありがとうよし。一発勝負一回一回だけお見とけよちゃんとい <laughs> くぞ最初はグッじゃんけんポンはい負けましたありがとうございましたちょちょちょ, <laughs> ちょっとっせっかくさ勝ったからさもうちょっとさ やりたいの。無理。だってこの後撮影あるもん、先。だっても<影>今さ、スタイリストさんとか待ってるから。撮影撮影大丈夫いだい時間問わせない。時間は問わせない。大丈夫、大丈夫、大丈夫。早めにしちせっかく今ね、前哨戦勝ったから、あの、罰ゲームちょっとやりたいなと思って。罰ゲーム罰ゲーム。そう、二択考えてきました。罰ゲーム。一個は、ハイスピード戦で、最初にロープワーク10周。やってから始まる。二つ目は、今ここで顔に落書きさせてくれる。はい、どっち 動きたくないって言ってるし、うん、この後撮影があるって言ってるし自分サイコパスなん<え>話聞いてた撮影あるならあの走る方にすれば2択だから別にそこは自由ですさあどっちどっちがいい,い,や走いでも勝ったからさ前哨戦どっちがいい走りたくないどっちがいい走りたくない早く決めてハイスピード、うん、ハイスピードに決めて早く早く、うん、まだ

当日よろしくお願いします以上ですどうなってんの以上。